出会ったきっかけは、友人の結婚式の二次会で隣の隣にいました。私がカバン落としたことをきっかけでお話をするようになりました。一目惚れっていう感じではなかったんですけど、なんか徐々に会っていくうちに彼のその行動力だとか優しさとかに惹かれてきました。僕のことをすごい思ってくれてて、優しくていろいろと尽くしてくれて、で、あ、この子だったら、まあ、結婚して一緒に家庭築けるかなと思って、まあ、結婚しました。やっぱり食べることが好きなんで、まあ、作ってもらった夜ご飯を食べるときとか一緒に食べるときが一番楽しいです。たまえもないことで笑い合えることだとか、旅歩きをしたりすることが楽しいなって思います。ワイワイやることが好きなんで、まあ、ワイワイ明るい家庭を築けていけたらなと思います。休みの日は家族で出かけて、たくさん思い出を作って、明るい家庭を築いていきたいなと思います。